太郎かわいい鳴き声。え、ほらかわいくない？かわいいね。こんばんは。やっぱ10時までできるってなると結構あのね、配信いつでもできるようになっちゃうから、出たがってるな。でもね、ちょっとお母さんが救出してくれるの待っとって、可愛いコタロめっちゃ。最近コタロのね、目の色が変わってきたと思うんだよね。きた。コタロちゃん。コタロちゃん。来る？コタロ来ない？こんばんは。くつろぎ出した。なんかもともとは何色か分かんないけど、最近変わったって思うやった。そう、元が何色とかは全然分かんないけど、変わったような気がします。まあ、なんかないですかね。何話そうか今日は。生誕祭の手紙誰だろうね。それな、15日、あの生誕祭15日になるのでぜひ来てください。あの1日に申し込みがあるみたいで、ちょっと後で宣伝しとかないと。1日から申し込みなので、皆さんもぜひよければ。来てくださると嬉しいです。最近藤子ちゃんのこと好きになったって嬉しい。なんかさ、自分ってなんかさ、なんか今日なんかそう、ちょっと今日はなんかそういう気分かも。なんか自分ってなんか、私は自分のことファン、あの応援してくださることのことめっちゃありがたく思ってんのね。だってなんでかっていうと、ほんの私にさ、私は自分どこが私の好きになる要素なのって思うから。あ、昨日公演楽しかったですよって、ありがとうございます。昨日ね、お誕生日おめでとうってたくさんの方がお会いしてくれてめっちゃ嬉しかったです。そう、おめでとうって言ってくれました。ありがとうございますって気持ちで。そうで、なんか私のファンの方はなんかマニアックなのかなとか思うのね、結構。なんで私のこと好きなんだろうみたいな。そう、なんで私のことを好きでいてくれるのかな。マニアックっていうか、なんか絶対に私がファンだったらこんな人好きにならないんですよね、私的には。でもあんまそういうこと言うのもファンの方に失礼だなと思うので言わないけど
なんかマニアックっていうか、なんか、まあ、それはタイプによりますよ、人の。こういう私みたいな人が好きな方もいると思うけど、まあ、普通のっていうか、私が普通に自分がめっちゃファンだとしても私を好きにはならないだろうなって思うのね、結構。そう、しかもだって私をしてても公演とかはね、それたくさん出れるけど、そんなさ目立ったところでのあれはないからさ、別にコンサートでセンターで踊るとか外イベントめっちゃ出るとかそういうのもないから、ね、めっちゃなんかね、それを押してて楽しいと思ってもらえるのか問題なんだけど、小太郎こんばんはって来てるよ、小太郎おる。そう、なんか下見て一点集中。そう、いやでもありがたいって思ってる、めっちゃ。握手会とかね、今度ハイタッチ会あるわ。小太郎は結構兄弟多い。上は知らないけど、まず三つ子なの、小太郎が。小太郎三つ子の弟ちゃん、買い物ちゃんがいます、2匹。でもまあ小太郎は別々に暮らしてる、その子たちとは。そう、なんかでもハイタッチ会楽しみだね。そうなの。だから小太郎の前にも、そのね、小太郎はなんかね、1匹だけなんか見つかるのが遅かったの。3匹いるってことは分かってたけど、2匹だけとりあえず見つけたから、その子たちを一旦家に保護して引き取り手が見つかったので、その子たちは一旦バイバイしたけど、小太郎だけ見つかんなくて、なかなか隠れてたのね、なんかバケツの中にいたみたいな感じで、わかんないけど隠れてて見つけられなくて、後日連れて帰ってきて家に。で、まあ、最初はもう保護、一時保護って形だと思ってたんだけど、もうね、普通に愛着湧いちゃったので飼おうかって、一匹だけだったから、まあうちでも飼えるかってなって。そう、バケツのかぶってたんじゃないけど、バケツにかぶられてたみたいな感じ。から、そう。で、その後はね、もう。そうなの、小太郎は。だから、まあ、小太郎が一匹だけ見つかるの遅かったら、猫ちゃん絶対飼ってないから、そうなの、運命だよね、こういうのって。何もかもがこう、そういう何もかもが運命で成り立つもの。小太郎さん、ママに開けてほしいって言いなよ。お母さんこの配信見てないから分かんないかな、開けに行けるな、私この状況。部屋が散らかってて。そう、保護猫ちゃんだったんだけど、今は普通にお家でもう家族として飼ってますよって感じで。あ、ほらほら、お母さん来た、お母さん来た。よかった、猫太郎脱出ゲーム。小太郎のこと分かる、分かんない。藤子くん見つけたのに。え、じゃあさ、逆にさ、なんでみんなさ、私のことをさ、なんか押そうっていうか好きになろうと思ってくれたのか教えてくんない？教えてくれない？なんかどこが好きになりましたとか、今はどこが好きでとか、最初はこういう感じで好きになったんだけど、今はこういう理由で好きですとか、なんか教えてくんない？聞きたい。お披露目？
そう、なんで好きになったのかをっていう。嬉しい。でもね、あんまここで喋りすぎてもね、生誕祭で話すことなくなっちゃうからさ。嬉しい。じゃ、スクショしてもいい？これ。こういうのすぐスクショしちゃう。なんかね。めっちゃ容量重くなった。めっちゃカクカクしだした私のショールームが。昨日のヒルじゃなくてすごかったね。なんかね、もうヒーローのアクセルを私星だったから2班の時に見てたの。アクセルって星の1曲前じゃん。だから星をのスタンバイの時にもヒーローのアクセルを見たいっていうのもあったから、普通に舞台裏ってか袖からめっちゃこうやってカーテンガン消して見てたけど、なんかめっちゃ泣きそうになっちゃって。めっちゃ泣きそうになっちゃって、なんか。なんか同期が頑張ってるの見たら、なんかめっちゃ泣きそうになっちゃう。刺激をもらえて、なんかうるってきて。そう。 私ね、アクセルこと、ちょっとまだできない。私なんか歌下手だから、普通にあんな歌って踊れないからさ。
ね、でもレアちゃんとかも似合いそうじゃない、アクセル。でレアちゃんしたくないって言ってた気がする。うん、いつかね、いつかできるといいとは思ってるけど、まあ、それができるほど自分があれだからねえ、それはやってみたいけどね。で別にいろんなこと考えた上では無理だろうなって思ってるから。そうね、来年の生誕、そう、なんかママがあのアキさんのアクセル見て、やっぱなんかちょっとねごめんなさいね、あのママはメンバーのことを、ママはメンバーのことをちゃん付けで呼ぶのね。だから先輩のこともまあね、それはね普通にあれだからちゃん付けで呼ぶんだけど、やっぱあきちゃんは上手だねみたいなやっぱ何回もしてるっていうのもあるしみたいな、そうで、あのヒーローのアクセルとひじいさんのアクセルとあきさんのアクセルを DMM 昔テレビで見てて、今さっきほんとね、今さっきご飯食べる前にね見てた、2人で、やっぱ大変だよねって、この歌え、私何のユニットがいいかな、何がいいと思う、ユニット。私まだ1つしかやったことなくて、何のユニットがいいかな、腰以外何もしたことないからさ、なんかさこのさ星がさ、星ってなるのはさ星の向こう側で星なのか、普通にあの何ちょっと注意、そのコメントしちゃダメですよみたいなやつで星になってるのか分かんない星の向こう側って意味の星なのか、ちょっとダメだよの星なのか分からん、これ。ね、ショールームあるあるです。サボテン何が似合うかな、でも生誕はもう決めてるんで、これをしようっていうのはもう絶対に決めてるんで、メール来た？よかった。まあさっき送ったからね。生誕決めた、もうメンバーも決めたし、一緒にするメンバーも決めたし、このいつしますって。もう行ってマネージャーさんに、
からもう組んでもらってるからもういつでも発表できますよの状態。なんか初めてだから、なんかさ、昇格して初めてのさ生誕だからなんか楽しみだな。なんか去年の生誕は全然ね自分的には楽しめなくて、なんかめっちゃ後悔ありで終わっちゃったから、おやまちゃんの過ごしたら藤子ちゃんの目を取りましたって、やった、嬉しい嬉しい。なんかさやっぱちゃんと送ろうって思う、そういうのを。なんか去年の生誕祭は自分ね、シンポジあったよ。その時なんかその頃はパジドラで生誕をするってなって、でミナとテモデモがしたいってなって、そうミナとテモデモがしたくてってなるとポジションも覚えなきゃいけなかったの。なんか今はシャッフルとかできるけど、その頃はシャッフルできなくて、このユニットがしたいからシンポジを覚えるみたいな感じだったんだけど、そうそういう感じだったんだけどね。あのそうでもやっぱ手間でもするのはシンポジだよってなって、まあそれでもいいからミナと手間でもがしたいってなってから、そうけどなんかそしたらシンポジしちゃったから、まさかのめっちゃ目キョロキョロでめっちゃなんかもう挙動ってて恥ずかしいぐらいに、そう緊張したんだよね多分、シンポジだし生誕だしね。からそう今年は別にシンポジとかじゃないし、生誕は生誕はシンポジではないし、今ユニットはかもしれないけどキョロキョロしてたでしょ。でスピーチもまともに考えてなかったからさ、でもなんか手紙見て言うのも嫌で、私なんか謎のプライドっていうか手紙見て言うのも嫌でね、もうねあれは消したい過去すぎる。だってさもうあれでさあ、無事ここってこんな感じなんやと思うよね。絶対やだめっちゃ。なんかそう手紙はなんか手紙っていうかこのスピーチやるときに、まあ、絶対にそ私みたいな人はそういうの書いた方がいいというのは分かるんだけど、なんかでも謎のプライドもあってこ勝手になんか手紙書きたいけど、なんか手紙書いちゃったらさ、なんか自分の言葉で言ってないような感じになっちゃって、まあそうだよね、過剰書きにするというね、めっちゃだからめっちゃ簡単っていうかめっちゃ詳しく箇条書きにしてそれを見ていようかな。なんか丸々それを見て言うのもまあいいけど、まあ去年みたいな、なんか何が言いたいのか分かんないあれを、そうなのよ、なんか自分の言葉で伝えたい的な、なんか分かんないけど、なんか大人ぶりたい時期なんだよねきっと。から手紙の時めっちゃ手震えてたのは、なんかハンちゃんの手紙を、ハンちゃんの生誕の手紙を私が代打で読むってなって、そうユイナが出れなかったのかな、その時なんか分かんなかったけど確か出なくて、ユイナが出なくて、そう、それを私が代わりにやるってなったらめっちゃ緊張いちゃって、なんかあの時あのねあの時代っていうかあの時期ね、なんかめっちゃ手震えちゃうな私。なんか自己紹介 MC 終わった後もなんか自分の番終わったらめっちゃ手が震えちゃって、もうなんか自分の
時自己紹介してる時はめっちゃ手震えちゃうんだけど、もうそれなんかもうめっちゃなんか状態不安定期だったのかな、なんか分かんないけどめっちゃ手が震えちゃってて、あの時期本当になんかもうこうやって手震えちゃって、なんか分かんない、別にね精神的には何もないよ、別に多分ただ緊張してるんだと思うここに来て緊張しました。そうだからめっちゃ手震えちゃった、声も震えてたけど、なんかもうちょっと隠そうって思って頑張ってやってんだら震えちゃった、めっちゃ震えてたんだってやっぱり。でも自分でも分かった、あなんかめっちゃ手震えてんな私って思いながら言ってた。でも生誕の時にスピーチでやってる時に泣いちゃって言えないこと言えないのはマジで嫌だから、極力泣くのは我慢して言い終わった後に泣くなら全部泣き出したいなと思います。いやー今年の生誕マジ頑張ろう。いや早く言いたい、みんなとさエニットはねこれしてねとか言いたいな。ぜひね来てください、お願いします、本当に。私のことを一瞬でもう涙のイメージないって多分泣かないけど、もし泣いた時のためにね泣くかもしれないじゃん、私だって何があるか分かんないから。はっ、生誕の日終わった後ね、できそうじゃない、頑張ればやってみるね、できたら絶対。まあできなかったら普通に事務所でそのまま劇場でやればいいか。当選したら藤子不二雄ちゃん探すわって。私のお兄ちゃん、来るかな、私のお兄ちゃんなんか来るかもみたいな言ってたんだよね。そう、今年の生誕はマジでたくさん呼ぶつもりなんですよ、家族と。まだ去年のお母さんとか来なくて、そう、でも今年は来るらしい。でマネージャーさんに何人までですかって言ったら、普通に早く言ってもらえれば何人でもいいよって。そうから、なんか下手したら私も10人ぐらい来そうな勢いではある。お兄ちゃん似てるかね、似てないかもしれない、でもね結構似てると思うんだよ私も。お兄ちゃんの顔はね、私の一重バージョンなのかな、私の二重をなくして涙袋でかくちょっと大きめにした感じかな、一重の私の涙袋大きいバージョンって感じ。鼻もお兄ちゃんも私もでかいし、そうお兄ちゃんも私もお鼻が大きいのよ。でもなんかお母さんがいいね、私はお兄ちゃんじゃない、お父さんにらしい。うん、日焼けしてるお兄ちゃんはめっちゃ、あでもめっちゃというほどでもない。で肌はなんか普通、肌のこの肌荒れの感じは茶色めで、パーマかけてるわ。やばい、こんな言ったらさもうモロ出してるようなもんだよね。そう、でもちょっと似てるかもしれないから見つけてみてね。声はかけないで、でも特定はしないで特定はしないでっていうか、声はかけないであげて、なんか多分日焼けした一重ので涙袋大きい感じ。
まあ、どうせ分かんないからさ。まあここまで。でも兄ちゃんと似てる、最近も言われないけど、まあ似てるんじゃないかな。まあそれはね、兄弟ですから。やば、ママがさ、声かけられたら逆にめっちゃ話しそうって、人見知りしないからってきた。やだ、私が恥ずかしいからさ、絶対声かけないでね。私が恥ずかしいから。そう、話しかけないんであげて。でも来るか分かんないから、なんか来る？みたいな感じ。え、マジで声かけるのやめて、私の家族に。私の家族にマジ声かけるのやめてね。会釈ぐらいにしといてくんない？恥ずかしいよ、だってさ、家族に声かけられちゃったよ。まあということで、生誕祭来れる方はぜひ来てください。来れる方はもう絶対にって言いたいけど、まあそれは無理な方がいるからね、来てください。6月15日5時開演です。来てください。もう来てくれたらめっちゃ喜びます、私は。藤野家で一緒に公園見れますようにって。でも生誕高いんだね、普通の公園より。初めて知ったわ。え、去年熱出て行けなかった、今年行きたいって。やばいね、なんだろうね、懐かしい、この時期って。来てください。生誕祭は1000円だから、卒業後は2000円。なすごいね、そうなんだ。違うんだね、チケットの値段は。生誕祭オンラインに見まして、ね、嬉しい。なんかさ、やっぱさ、オンライン会だとさ、その国境を越えてというかね、お話できるからいいよね。そう、目線か書くね、今年も。で、書こう。書きますわ。え、それな、前座とか出そうじゃないもん、そう。12日とか出るんじゃない、ワンちゃん。出るんじゃない、出るんじゃない、12日の生誕祭。あ、生誕じゃない。生誕前に1回出るんじゃない、私の生誕前に。それが終わってからかな。多分私の人は、私の生誕の1個前か1個後ろかな。
きます書きます。ゼイタンっていうの小太郎がでかくてちょっと恥ずかしいけど必ず来ていくなんて、そう本当電座もね、そう選べるかと思ってたけど多分あれじゃん、あの多分選べなさそうじゃん、多分始まったばっかりだとまだ選べるなら選びたいけどね、選べなさそうな、そう気もするから来年かな選べるってなると。でも私の生誕前座の子いるかな、ちょっと楽しみ。楽しみだな。選べるのはイカちゃんお願いします。それただの市場挟みまくりじゃん。1年経つと、うん、まあそれもあるかもね。選べるなら誰選びたいと思って全員選びたいけどね、なんか初めての後輩だからさ分かんない。私はリーリタンが好きかな。でも私ロリコンなのかもって思って、私結構ロリコン説高いですよ今自分の中で。だってクレちゃんも大好きなの。自分の中でなんかロリコン説出てきて、なんかあなたのターン、みんなユイナがいるやんって。クレちゃんは別クレちゃんは普通に可愛い、なんか仕草もじもじ系じゃん、ヒヒみたいなことヒヒみたいな感じそうじゃん、なんかそう、ゆいなは可愛いに決まってるでしょ。ルッキーのね一番最年少ゆいなは見て、めっちゃシェーディング効果これ、ほらめっちゃ顔が細く見えます。ここのお肉なくなればめっちゃ顔がこんなキュッて見えます。こうまあまあまあ、なんかみんなの推しとかもさこれから決まってくる頃だと思うし、ね、楽しみだな誰が誰に行くのかとか、私のファンの方がどの子を好きなのかとかさ見るの、なんか身長もう伸びてない、なんかなんか私ね H に昇格させていただいてから衣装はお芋さんの衣装を着て、お芋さんがなあの卒業された分の衣装されたからその分の衣装が空いてお芋さんの衣装を着させてもらってるんだけど、なんかわかんない身長差がすごいからなのかもしれないけど、なんかね全体的に衣装が短い気がしてね、なんかいつも目撃者するときねスースーするなって思いながらねそう着てる。
そうそう、なんか命の意味とかもさ、結構さ、あの、昨日はお芋さんを渡してきた。いつもね、お芋さんの分は私が着させていただいてます、最近は。そう、命の意味とかね、もうズボンが丈が足りなくて丈が足りなくて、逆にいおりさんはなんか伊吹さんの履いてたからかな、伊吹さんの履いてたから、なんか逆に足、そのズボンの丈が長いってなっちゃって、伊吹さんのとお芋さんのいおりさんと一緒に交換しました。そう、でも全体的になんか短くて、なんかそう、でもお芋さんの衣装だって思いながら入るのは入るんだよ、別に多分誰のでも。そう、そう、でなんかその前人未到の衣装も短い季節みたいな、なんかあんまりその太ももの部分が見えちゃうのが気になっちゃうの、私的にはね。そう、気になっちゃうの、なんかそのあのスカートの丈が短すぎると、からなんかちょっとね、衣装さんに行ってね、この前、昨日の前人未到もレアちゃんのと交換させてもらって、そうそう、見せた方がいいですってちょっとね、そうそう、劇場で足見て分かるもん、分かんない、別にそんなに、そんなに足見られてるなとか思わないかな。最前列で、でもね、もうあそこの今のやってるポジションもお芋さんのだから、私は本当にお芋さんのあの
そう。お芋さんのポジでお芋さんの衣装だからめっちゃお芋さんです。私はペンダン、ね、ペンダンもさ、私さ白と水、あ、紫がいいですって、白と紫がいいんですって言ったらちゃんとなんか白と紫のペンライトを振ってくださって嬉しいのです。嬉しい。そう、なんかやっぱ暗いと内輪って客席がなんか公演中って客席暗いこと結構多いじゃん。けどペンライトだと分かりやすいねって思った。ペンライトってやっぱ光ってるからか分かりやすいなって思った。ペンライトいいよね。そう、光ってるからね。だ。ね。生誕入るときペンライトだけ持っていくって。あ、でもさ、生誕のときってさ、このときは何色でお願いしますみたいなあるじゃん。この前半曲はこのこのあのカラーの何々色でをつけてくださいとかあるからさ、来月からマックイズモムチに忍者パーク、なんだそれは、そんなものがあるのね。忍者パークだってなんだろうね、忍者パークなんかアクティビティ系なやつだよね絶対。ど、期間限定どこでやるのかな。え、マークイズにさ、ローライスのさ、あのなんだっけ、マークイズにさ、そのローライスのお店あるの知ってる？ローライスの店があってさ、私さ、それにびっくりしてさ、そう、あったの、この前見たら。ちょっと後ろに向かって隠れたい。あーだ、まあ、風船の中に、風船の中に入っちゃった。インジャパグ、トランポリンとかパルクールとかサスケなのかな、すごい。でも私あんまそういうの行かないんだよね運動が苦手なもので。見てほら、風船の中にいる、めっちゃ風船たくさん。チームラボ行ったことないね。これさ、風船さ、割りたいな。この風船、じゃあみんなにさ、マジック見せたいわ。マジック見せます。ちょっと待ってよ、マジックを見せるために用意するもの。え、めっちゃ倒れた。え、めっちゃ取れた、めっちゃ取れた。マジック、マジック。じゃあ行きます。まあ風船がありますじゃないですか。風船があるじゃん。この風船さ、この中がさ、こういうやつなのにさ、
全く上につかないじゃん、全部下に落ちてきて映えないじゃん、なんかこの風船。そう、せっかくのこういう中にキラキラ入って可愛いやつなのに、はい、もったいないじゃん、こんなさ、もうこんなね。そしたら私が今から魔法をかけたら、これが上にもういろんなところに散らばるようになるの。じゃあいけますね。これこの下に行っちゃうこのあれをこうやって撫でると、撫でるとこうやってね、ちょっとね、なんでティッシュで投げるかって言うと、私の手で投げる、あ、撫でるとなんかいけないから、ちゃんと清潔なね、あれで撫でないといけないから、もうこんな感じで優しくね、魂込めて撫でます。ほら、あら、あんまできなかった。ほらほら、あら、あら、ちょっとマジック失敗だ。こうやってあら、失敗、マジック失敗だわ。もっとゴシゴシにねやらないとダメらしい。割れそうなんだもん。ほらほらほら、ついた上に。こっちもやろう。上についた。ほらほら、可愛くなったでしょ、めっちゃ可愛くなりました。でもこれね、足りないね、この中のアニメの量が。もっと多いのがね、ありがとうって言うと効果あるって。ありがとう、ありがとう。可愛くなりました。ほら、どんなに振ってもどんなに振ってもこんな通りです。パチパチ。終わり。ちゃんちゃん。寝てるときまたビビる。それはそう。割れないでね。こんばんは。ちょっとやっぱ9時41分だ。メールとチャット送らなければちょっと終わります。終わりますね。13位カズッピさん、ありがとうございます。12位バッテンはじめさん、ありがとうございます。バッテンはじめさん、ありがとうございます。11位ヒデさん、ありがとうございます。10位ヤシタンさん、ありがとうございます。9位ポテチーさん、10位ヤシタンさん、ありがとうございます。9位ポテチーさん、ありがとうございます。
8位カベチョロさんありがとうございます。7位タケさんありがとうございます。6位シミシミさんありがとうございます。5位カンさんありがとうございます。4位ワンタンメンさんありがとうございます。3位ウッチーさんありがとうございます。2位トロの魚さんありがとうございます。1位ちゃんとくさんありがとうございます。ありがとうございます。うん、ありがとうございました。また明日も来てください。明日ももしかしたらたくさんするかもしれない、あ、わかんないけど、ありがとうございました。じゃあね、さよなら、おやすみ。